福井県のエネルギー問題ですが、これは原発を語らないでエネルギー問題を語るわけにはいきません。あの危険な原発、放射能と人間社会はもう共存できないわけですから、原発を直ちにゼロ、これを実現するということが大事になっております。大井を動かさなくても電力は足りていたわけです。しかも国民の8割以上の人が直ちにゼロを望んでいます。原子力委員会も10年に1回ぐらいはああいう福島の事故が起きる可能性があると言っているわけですから、直ちにゼロにして政治の決断で再生可能エネルギーに大転換をしていくということです。しかしこの福井県は長年原発と共存をしてきたわけで、雇用とかですね、経済どうするんだという不安があります。で、過去には、石炭から石油エネルギーに変わるときに国が大きな支援をして40年間にわたってその地域の経済や雇用を守ってきた、4兆円投入された、こういう政策があります。ですからそれをやるということと同時に、今回は再生可能エネルギーに転換していくわけですから、廃炉の事業でもちろん雇用も生まれますが、新しいエネルギーの産業を育成する、誘致する、それから廃炉に伴って新たな農林漁業の振興を尽くしていく、こういったことをやっていけば雇用も確保されてですね、地域の経済も発展するというふうに思います。でそういう意味で福井県が再生可能の先進地の福井県として生まれ変わりますし、風光明媚な観光業もですね、そこで新たな発展を見せるということで、やはり即時ゼロにして新しい日本のエネルギーを目指す、その先進地としてやっていくということが大事だと思います。